減ったな。由衣小説の噂を聞くにはやはり人通りの多いところが良いか。まだ高尾との約定を果たしていないぞ。ふらりと寄ってよいのか。確かにこちらは見逃された身だ。吉原に近づくのは得策ではないな。はぐれのバーサーカー、何をたけっているのだ。聞け、俺たちに敵意はない。ダメだな、まるで通じた様子がない。不用意に立ち入るべきではなかったか。だが仕方ない、迎え撃つ。戦意を断つぞ。命は奪うな。町も砕くなよ。まったく難しいことを言う。やったー。合図をくれ、ユリ。当たりはしない。出番だ。すぐに行く。このままでは死ぬぞ、ヨリ。引け。いや、まだ戦える。こっちだ。すぐに行く。まずいな。より、やつは大技を放つぞ。よっ、よっ、よっ、よっ。身が白道。勢いが強まってきたぞ。そこだ。バーサーカーの座にふさわしき武田家しき力、神々しささえ感じるぞ。避けるなよ。残念だったな。見せてやる。来い。任せろ。私に続け、より。油断したな。
のうちに傷を癒せ。死ぬぞ。読めた。悪いぞ、ヨリ。しっかり手当てしておけ。こっちだ。わかった。おとなしくなってくれたか。そのようだ。とはいえ一時的な消耗に過ぎまいよ。己が霊地にある以上、そう時を置かずに力を取り戻すぞ。立ち去る他にないか。野次馬も寄ってくる頃合いだ。待て、何か落ちているぞ。
由緒ある品のようだ。いずれ太夫にでも聞いてみるか。一休みするか。始めよう。いらっしゃい。なあ、ど、また来ておくれよ。お、いおり、うまそうなものが置いてあるぞ。なんともったいない。私が。待て、それは地蔵への供え物だ。わあ、なんだ、供え物か。ではこの石は神なのだな。危ない危ない。御徒町、この地も何とも活気に満ちて。分かっているな、セイバー。物見遊山とは違うぞ。ちょいと、そこの粋なお侍さん、うちの品見てってくれよ。すまない、先を急いでいる。そりゃ失礼した。暇になったらいつでも寄っとくれ。そん時は先に行っちまったあんたの連れも一緒に頼むよ。セイバーめ、気配を殺して走っていったな。そう遠くへは行っていまい。さっさと探すか。
ちらに用はない。家には来てねえな。探しか。なら他を当たりな。あんたが今日初めての客だよ。こちらには来ていないか。ならば南だ。すれ違った子がね、目を輝かせながら通りをあちこち見回してたの。おのぼりさんかしら。可愛かったわ。白い着物に結髪の客。そんな格好のやつならついさっき来たぜ。次から次に質問を浴びせてきてな。息つく暇もなかったよ。セイバー。おお、遅いぞ、ヨリ。うむ、御徒町はさほどに楽しかったか。何を言う。私は私なりに聞き込みを。うん。ヨリ、その面は。これは、その当世のものに紛れるためにだな。はあ、言っておくが、私とてただ遊んでいたわけではないぞ。攻めてはいない。見知らぬ町は物珍しいものだ。まあそれはな。それはそうだとは。うんうん。だが本当に遊んでいただけではない。感じないか、より。ああ、わかるな。我らに向けられる鋭き視線だ。御徒町に足を踏み入れてより、この方、我々は見張られて。おうおう、そろそろどいてくれ。あんちゃんたち、商売の邪魔だよ。ああ、すまない。今すぐに。君、由衣小説を知っているか。
セイバー、そう誰かで構わずに。結衣小説、なんでまたそんな出会いを探してんだ。貴殿、知っているのか。浪人どもの耳に入らねえよ、小声で頼むぜ。連中先生って呼んで奴を慕ってるからよ。ほうほう。結衣小説といや、浪人を集めて開いた軍学塾で何やらやってんだとよ、うろんな侍さ。ここだけの話、塾に集った浪人どもは揃いも揃ってお上に手向かいそうな奴らばかりだ。何かを企んでてもおかしくねえと俺は思ってるぜ。その浪人どもはどこにいる？なんだ、連中に用があったのか。俺を巻き込まないでくれよ。ニウリジャヤに行ってみな。両国橋か北の外れか、どっちかの店にたむろしてるはずだぜ。浪人を集めた私塾、そこが小説の本拠かもしれん。時に浪人とは何だ。俺の同類、同輩だ。乱世を終えた徳川の世に身を立てるすべなきはぐれ者、主なき武士たち。そういうものか。くれぐれも首をはねるんじゃないぞ。小説の私塾、ここからは両国橋の二売茶屋が近いか。よしよし。ほら、怖くないぞ。あれは、なんだ。ヨリ、こっちだ。ヨリ、ここは何の店だろう。確か珍しい鳥獣が楽しめる小屋だったか。見たことはないが、何でも鳥や獣が大層見事な曲芸をすることもあるらしい。ほうほう、それは楽しそうだな。入らないぞ、銭がかかる。曲芸小屋だ。駒回しなどが見られるそうだ。駒？気になるぞ。より一目だけでも。当然だが銭がかかる。またの機会にな。チュ。されるな。よしよしよし。
ちらに用は。あそこに集っているのが浪人か。殺気立っているな。あれでは話を聞けそうにない。一人捕まえてみよう。何、吐かせる手はいくらでもある。それは最終手段だ。まずは店の裏から聞き耳を立てる。待て、そっちじゃないぞ。ははん、忍び働きというやつか。うま、これはこれで楽しいな。小説先生、なんだって幕府なんぞにお使いなすったんだ。俺たち門下生は先生が世の不条理を正すと信じてここまでついてきたってのによ。まさか役人どもに袖の下でも使われて心変わりを起こしちまったんじゃ。おい貴様、小説先生の世を思うお心軽んじるつもりか。あの方が金ごときで幕府になびくはずがない。ちと我々には言えぬ事情があるのだろう。事情か。まさか役人にはめられて、しかも余儀なくされたんじゃ。それだ、間違いない。くっそー、幕府め、卑劣な手を使いよって。小説は幕府に仕えていたのか。だが何のために、どんな地位にあるんだ。幕府。セイバー、ああ、何でもない。しかし私塾の場所も分からずじまいだ。やはりここは。やめておけ。次だ、北の二売茶屋へ向かう。ジュルリ、あれは浪人どもではないか。おそらくな。やつら連れ立っていずこへ行く。ユイに会いに行くのかもしれん。追うぞ。罠だったか。
こそこそとつけ回す怪しい奴め、今ここで成敗いたぞ。こっちだ。待っていろ。なんだ。もののけだ。やはりか、セイバー。行くぞ、よりキュア熟した。力を借りる。任せろ、私に続け、よりやっ、デリア。初めて見る怪異だったな。あれも義の影響か。貴様らのおかげで命拾いした、レオユ。貴殿、わざわざそれを言いに戻ってきたのか。いかな相手であろうと礼には礼で応えよ。それが我が師小説先生の心情だからな。ならば貴殿。おっと、こうしてはいられん。ではな。待て、まだ話を。言ってしまったが、あの急ぎは、もしや奴は私塾に向かったのではないか。ユイの本拠を暴く、またとない好機だ。徳を追うぞ、ユリ。よし、俺たちも向かおう。悲しいな。ほーら、怖くないぞ。道場？まるで人気がないが、浪人はどこへ行ったのだ。徹底的に探すぞ、より。やつめ、一体どこへ。ユイへつながる唯一の手がかり、逃さんぞ。待て、貴殿ら
この辺りに配された御家人か。一体俺たちに何の。こやつらだ。何？これまで我らを睨み続けていた視線、こやつらのものだぞ。なるほど。邪魔者は切る。ほほう、来るか。切り抜けるぞ、より。出番だ。鋭くありながら気迫にかける。ホームの持つ剣を握っているのか。だとしたらやるせない。待っていろ。しぶといやつならばもう一度だ。随分と時を費やしてしまった。あの浪人ももう近くにはいまいな。そう気を落とすな、セイバー。得るものは得だ。あとはいかにして私塾にたどり着くか。ここはツテを頼るか。ツテ？同心の助之進だ。奉行所であれば浪人の動静には詳しい。私塾のような人のたまる場にも目を光らせているという話だ。では結の私塾もか。定かではないがあり得るだろう。浅草に戻るぞ。
君がいようといまいと、この結果は変わらないであれば、俺は変わらず戦うのみだ。よく来た。またいつでも来てくれ。では同心のもとへ行くぞ、より。しいな。よーし、
しよし。癒されるな。ほーら、怖くないぞ。休みする。やるか。